では、教室ですね。5、6年生から今回は行こうと思います。こちら、先ほども違う動画で撮りました。この8月の教室というこちらですね。これになります。ちょっと紛らわしくなってますけど、これが最新のやつ、ちょっと先のものという感じにはなりますけどね。これをやっていこうと思います。もちろん前のやつをね、振り返ってやっていただいても構わないんですよ。まだ締め切りになっていないので。ですが、ほとんどの方は飽きたのかなっていうところもありますので、いろいろね、やりながらでいいと思います。ちょっとこちらからいきましょう。ちょっと暗いかな、どうでしょうか。伝統ノートありますね。こういうふうにいつものようにピシッと折って隣につけてください。それはなぜかというと、やっぱこう頭を動かしながら確認しないといけないレベルだとダメなわけですよ。角度が違ったりっていうので結構難しくなりますので、もうすぐ横で、もう目を動かさなくても、もう視界にこう一緒に入るような状態っていうのが一番いいんです。で、あとは位置をずらさないように、やっぱ下にね、下がきつくなりやすいものですから、そのあたりをちょっと気をつけてください。で、頭1個分、ここちょっと空いてますよね。開けます。もちろんね、お手本が詰まってるものだったら詰めて書くんですよ。で、今回は1つ開けるということなので開けていきますね。そしてもう1つ見ていただきたいのが、こういうところですね。字の辺と作りの関係を見てください。こういうふうに、つかないわ。こういうふうにね、下と上をこう線をピーって引いた時、隙間がこういうふうに空いてる字なんですね、こちらはね。っていうことは、ここを下から少し入らなければいけないっていうところを考えながら全体こう見ていくように、辺を書きますね。こう起筆しっかり引いてから払うこと、こういうところですね。で、力の加減徐々に強くしていってます、これ。っていうふうにするとこういうふうになります。鉛筆であってもそういうところを出せるように。そして先ほど言ったように、こことここがこうちょっと空間ができるような感じに持っていきたいわけですから、こんな感じですね。次はぎゅーっと、今のは漢数字の2を書いてるみたいな感じですよね。で、そしてもう一つ、ここポイントになるのが、キュッとしたら、グワーンってこう、無みたいな、ここのね、カタカナの無みたいなところっていうのは、こう囲うようにっていうかな、こう丸くなるように。これが間違ってもこうにならないっていうことね。これだと反ってしまいますよね。ここの中が狭くなるじゃないですか。中を広げてあげたいので、そこ注意。そしてこれギューッと、これも徐々に強くしてってるね、っていうところの線をよく見ること。そして次、似たようなのがまたここにあるんですよ。こういうとこ、今回のポイントはここをよく見られるとこですね。まずは一等辺を書きます。中心線にあまり離れていかないように、近いところから離れていくような感じですよね。そのもの自体が外にこう向かっ、離れちゃうんじゃなくて、左と右のこうある字っていうのは、これをやっぱギュッとくっつけさせたいわけですから、入りは中心に寄ってます。で、ここからドンドンですよね。左と右があったら、こう左と右の方が少し高くなるように。で、辺なのでやはりこう上がっていく、この動きを止めないようにすること。で、そこからジャンプしてこういきますよね。こうして、こう。で、次来ましたよね。同じような無の形。ここからギュッとして、ふわっとさせといて、こちらまたギュー。力ね。力加減をここ気をつけること。そして次です。こういうところは起筆をしっかりとこう出すような感じで、こう。払うときは、この下のラインを見て、ここから出ないように、少しこう上がってるぐらいがちょうどいいですね、こちらは。で、次。左よりも右が少し高い位置から始まるようにして、内側にスッと来たら横へぐーっと、そして最後、力がだんだん強くなって、少し上がり調子ですよね。少しですけど、ここの毛筆なんかだと、と
ってもこう分かりやすいですが、硬質でもこういう上がっていってそこから跳ねるっていうのは変わらないです、ね、そういうところが細かいので見落としがちなんですが、そういうことはしっかりねやりましょう。そしてちょっとまた時間がどんどん過ぎちゃうのでね、さっさと行きましょうね。こう中心からこうこの長さ気をつけてください。ひらがながどうしても大きくなりやすいっていう子はね、ここなんですよ。ここをどうしてもグイーンってこう大きくこう長さを出してしまうと、縦長になるとこう高さ出てしまいますので、ひらがなはやっぱり小さい方がいいですよ。この行になった時に一番こう見て綺麗に感じるのっていうのは、漢字とひらがなの大きさに差ができていることがやっぱり綺麗だったりするので、それにやっぱ狭いところに書くときね、ひらがなのその小ささをうまく利用するっていうのが一番いいので。はい、次祭りですね。祭りという字、ここが上がっていきたいっていうところの気持ちをね、ここ忘れないでください。意外と下がりがちなので、皆さんそこ1でしょ、こう来て2、3、4、上がりたい5、6で、その時にここはまだ最終角じゃないので、あまり落ちてこない、落ちすぎないようにすることね。そうしないと下にあたるこの示すっていう字も、これもこう上がっていきたいですよね。こういう風にね、上がりたいだけど、これがドーンって下がってきてたら重々しい感じになっちゃうし、重そう、なんか持ち上げるのにね、持ち上げにくいような感じがしてきちゃいますので、そのあたりを注意してください。そうで、こんな感じですね。ちょっと今中心ずれましたけど、まあ右にずれるよりは左にずれた方がいいです、こういうのはね。そう、なんとなくこう左上を向いてるようなこんな感じの字の方がいいでしょう。下を下がっていくよりはね。で、ただこういう最終角にあたるこの部分っていうのは少し重めな感じで持っていきたい。でもこの字に関してはこういうラインを作りたいところでもあるので、長さを出しすぎは良くなりません。こちらを通り越しちゃうと良くないっていうところ。ただ左と右の関係はいつも崩さないように、左よりも右上からちょっと始まって、でちょっと長いかなっていうぐらいで終わる。そのちょっとっていうのがポイントではありますよね。やっぱやりすぎはいけませんね。で、そしてリですね。リ、そう、行なのでやっぱりこういうつながりを意識したいです。リからのこうしてこうですよね。点、矢は横に広げといて、ストーンでシーです。の、あ、映ってないかな。そうで、下の部分ちょっと見てくださいね。この部分が少し空きが、今回は作りやすいと思うので、少し開けられるとよりいいかな。結構ここがね詰まりやすいんですけど、できるときは開けるようにしましょう。少しね余裕が少しあった方がいいです。で、次の行なんですが、次はね上から行きますよ。上から詰めてきていいんですが、音という字難しいですよね。キュッとしてスッと抜いていきます。こういうところで漢数字の2のようにこことここ関係がなってますよね。で、真ん中見てください。ここも左と右のこの関係をよく見てください。で、ここ点なんですよ。点みたいにやりたいんです。だけどどうしてもドスンってやりがちなので、そこを優しくから強くジャンプをして、高い位置から中になんかこう丸いボールでも挟まってるかのような感じを意識しながらスーッと来て、こちらからこうです。で、ここが長くこういう風に出ていきますよね。そうで、この中心にちゃんと乗っかってくるようにこの火を描きます。で、力はね、あまり入れないでほしいところです。こう横の線とかやっぱドスンってやると、こう気質だと思ってギュッてやると、どうしてもこう下がって表情が暗くなりやすいので、こういうところはスーッとこう上に向かうようなイメージで引いてあげると、この、ね、毛筆でもよく
やりますけどね、この線難しいところですね。はい、で、かです。で、トントン、はい、で、月ですね。あちこち、ちが2回出てきます。あちこち、ひらがな連続のところはなるべく一気に行きたいですが、こういう点画止まるところっていうのはしっかりと止まって上がってスーッといって、次はこういうライン、こういうところが見えてくるといいですね。ここで止まっていいです。本来はね、こうしておいて、ここからこうきます。で、ここからこういうことです。こうで、またこういう感じにつながっていきますよ。いきなりは難しいですが、少しその辺の意識を持ってもらうといいかな。で、今ほら地の中途半端なとこで止まっちゃってるじゃんって思われると思うんですけど、実際はこういうふうにここで止まった方がいいです。で、ここを書いたつもりになってから、次こういうふうに、これ毛筆とかでもそうですね。次かですから、こうだから、もう払った時には次のこと考えてます。ここでクーって止まりますよね。止まったけどスッて抜くじゃないですか。抜く方向っていうのは次の字によって決まりますから、こうで、次はラってね、止まれないんですよ本当は。ここからこう、ちょっとでも切れちゃうので一旦止まりますけど、で、ここ見てくださいね。今すごい中途半端なとこ止まっちゃった。本当は一息で行きたいとこですよ。からお尻突き出して、す、短めでいいですよ。で、このね、ちょっとね、門構えもうちょっと長くすればよかったなってちょっと思ってるぐらいで、下にも余裕があるのでもっと大きくてもいいですよ。こうしてこういうふうに上にこう膨らまそうとする動きがいいですね。で、これもこういうラインで、これの延長線上こういうラインで持っていくようなイメージに、右に上がっていきたいわけですから、これが下がっていかないように、こう次も上がって止まって、次ですね、狙っていくのはここよりも下でね。本当は、さっきここをもっと長くすればよかったなって言ったのは、この耳がね、きつそうでしょ。それもっと余裕持って入れてあげたいの。こういう風に持ってきて、ほら、ここより下で、そこからこう跳ねますよね。ちっちゃくていいですよ、中に入れたいのでね、なるべく邪魔しないように。で、こういうラインできますね。で、そこからなるべく下も少し余裕持たせたいんですよ。これ余裕ないじゃないですか。ちょっとね、ちょっとこれだとねって感じですよね。で、少し上がり調子にこういう風に来て、まあ、細かくなるので、そのあたりはちょっと鉛筆をね、私は尖らせるのがあまり好きじゃないので、いつもいらないこう紙のところにこういう風に丸くなるようにこう寝かせながら、こういう風にして先っぽが尖ったかなーってチェックしながら、こういう細かいところやったりするんですけど、そういうのでもいいですよ。で、ここしてキュー、このぐらい余裕があるとなんかいいですよね。見た感じもすっきり、これはほらちょっと圧迫感あるでしょ。その辺ね、ちょっと気をつけてみてください。で、次です。聞こえて、こえてだから、それもつながりを見とくこと。ここからスッと抜けてこちらに行って、ほら手のところもスッと抜けて次こっちに行ってるなっていうところを見て、頭でちゃんと理解してから書き出す。こうして次、力をスッと抜いて次に行く。で、抜いて次に行って、で、なんならここで止まってもいいかな。今こういう風に全部をつなげたわけじゃないんだけど、力抜いたところもちょっと線を残して、これ連綿って言います。で、こういうのを書いてますけど、これなくていいですからね。今分かりやすいようにやってます。で、ここからグッと来て上がっ
で、こう来たらまたスッと抜けて、こういうことです。この動き、ね、余計な動きがなければ、この線っていうのは結構直線に近いでしょ。ふにゃってしてない、スッて動いてるんだなっていうのがわかると思います。そう、ふにゃっとしてたら、その無駄な動きがね、加わってるっていうところなので、そこはちょっと注意してくださいね。で、自分がどうやって描いてるのかっていうのを知るのが一番、上達には早いかなと思うので、まずどういう、自分を知ること。で、こういうところだんだん強くなるようにして、上から行きます。かぶせるように、まあ、あまりかぶせすぎるのも良くないですけど、そして下のライン揃えるように降りてきますけど、また上がります。これ上がってますよね。上がっといて、この字は分かりやすいと思います。こうグワーンってきて、そこから1点目、2点目は寝かせるように大きいですよ。でスッとこっちに抜けるといいです。抜く方向はこちらにキュッと、こういう感じ。次がここに来ます。こうかですから、ギュッと来てこんな感じです。トントン、動き、あ、心が動きます。ここですね、うん、動くという字は中心に近いところからギュッとして、こうで、その先からギュッときます。で、だいたいここと同じぐらいのラインでね、止まってあげて、こうですね。で、ここ揃える、ここです。ほら、一緒でしょ。揃ってキュ、そう、このラインですね。こういうラインを作りたいんですよ、ここ。で、真ん中、ちょっと立ててあげると、こういうところはね、いいですよね。で、トントンってきて、縦を貫くとき、ここ、しっかり入れてください。で、真ん中をずっと貫いて、このぐらいの、ここを過ぎたら、もうこのぐらいでいいです。ここはね、どういう風になってるかっていうと、こことここ、次のこことここ、隙間をこうね、揃えるようなイメージにしたいので、このぐらいでいいですね。で、こう。で、下からこうです。こういうふうに来ます。これっていうのは、こういうふうにある、この線、もう一本あるね。ここにもあるね。これを崩すように、ほら、こういうラインでしょ？このラインをしっかり作ってあげてください。全部の平行を崩していくよっていうのがこれで、行く先っていうのはどこかっていうと、こう近いとこです。ほら、つながりが見えますよね。ここからこうに来て、ここです。で、立てるように、ここね、少し内側入りますけど、まあちょっと立てるような感じに来てあげると、こことの差がつくので、これが綺麗なとこですね。下のラインはここ揃ってますよ。ただここに対してこの線っていうのが平行にならない、その方が綺麗です。で、次、木、こうしてこうふわっとさせておいて、こう貫いたらこうですね。あ、ここからも間が来るから、ここからスッとこういう風に来てあげるといいですね。まあ、次もこっちです。ちょっと切れちゃうので一旦ここ止まりますけど、ね、こういうラインでここに来ますよ。で、こうで頭出しといて、トントンストンっていう感じですね。句読点ね、忘れないようにしましょう。で、これ5、6年生の課題なので、今回はじゃあ、あ、でも間違うとこもあるから両方書いとこうか。6年、小6です。まだね、未だに6年って書いちゃう子いるので、年じゃなくてね、小って書いてくださいね。小5、小6です。そこはね、ちょっと間違えないでくださいね。はい、こんな感じです。はい、そして全体ちょっと見てください。ちょっとだけ隙間が今回分けやすいですっていうところと、あと漢字の大きさとひらがなの大きさ、まあまあ横長の字とかもやっぱそれぞれありますけど、それでも全体に見てやっぱりひらがなっていうのは小さいですよね。そう、漢字が大きく見えた方がいいので、そのあたりのバランス、まあ、あとここもね、ちょっと注意してください。はい、では失礼します。